なスピードで走るトラックが川の中に突っ込みました。ご安心ください。自動車は波を蹴って進んでいきます。水浸しになって運転手君必死の操縦です。とうとう川の真ん中で動かなくなってしまいました。川底の苔でスリップして一苦労。おかげで運転手君はずぶ濡れの始末です。ある自動車会社が2年がかりで完成した